いいて今日はいい天気だね。昨日とかは全然だったけどね。はい、ということで今から掃除していきたいと思います。たまには掃除機かけないとゴミがすごいんで、はい、本当たまにですけどね。めっちゃたまにですよ。本当たまにですけどね。でもうちルンバちゃんがいるんですよ。あ、そうだね。でも最近ルンバも動いてないよね。てかもうなんか物がいっぱいあるとルンバ置けない、あの動かないんだよね。そうなんです、動かないんですよ。ゴミすごいんだけど大丈夫？そっちも落ちてない？めっちゃ落ちてる。めっちゃ落ちてるけどゴミ。もう落ちてないわ。落ちてない、大丈夫？大丈夫。はい。溜めすぎないようにねゴミね。オッケーかな？はい、じゃあゴミねまとめたので捨てていきます。はい。あ、もうパパ完成なんだよね。そうね、大福の色がまだね。次はプラ版ですか？うん、プラ版です。もう出来上がり？まだどこの色？服の色、大福の色はね、うん、なんか色合いが違うな。そうなの？あ、これが見本だよね。そうそう、なんか、色鉛筆だから、うん、絵の具とかだったらさ、うん、もう色変えれるじゃん、うんうん、色鉛筆だからさ、変えれないわけ、色。うん、ね、でも、なんかいつの間にかさ、リミちゃんの色鉛筆が聖子ちゃんとかにずっと。リミちゃんがこの前言ってました。え？これはリミのなのにって言ってた。え、でもリミが使わないからさ、貸してって言っても、うん、私借りてるから。そうね。私は悪くないと思うんだよね、うん、リミが使ってないだけであって、うん、まあでも一応借りている身分ということは忘れないでってこと。わかりましたかお姉さん。忘れてませんよ。忘れてないね。髪がさ、うん、髪うまく全然もう、もう全然髪がさ、いい色ができなくて。そうなの？藍色と黒混ぜてんの、この色。でもだいぶ青っぽいね。藍色っていうのか。これ藍色なの。あ、藍色。色鉛筆の名前自体が藍色ってこと。そう、青はね、もっと、うん、もっと青いの、これ。なるほど。え、一応藍色だよね、これ。灰色かな。灰色ってこれだしね。ネズミ色。髪がさ、わかんなくて。大福っていう色がないの。間違い。大福っていう色ないでしょ。そういう意味じゃなくて。でもいいんじゃない？だいぶ。もういいかな、うん。うん。だいぶいいと思う。いいと思う。うん。でさ、背景絵の具が良くて、私、うん、あー、絵の具で塗るの？絵の具塗りたくて。へー、良くない絵の具。いいのか分かんないけど、絵の具持ってんのね。うん、これ全部絵の具なの。あ、これね、前スクイーズ作る時によく使ってたやつね。そう、絵の具あって意外と、うん、あ、なんか鉛筆
削りでさ、筆がないわけ。うん、富岡さんが落ちた。富岡さん、また富岡さん。これ一回失敗してて、失敗したやつ、失敗したやつを元に作ってたの。でも失敗といえどもさ、髪の色が落ちたっていう、うん、雨で、あ、そう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 、ベランダ出してね、レジン乾かしてた時に、ね、で、あとさ、ここにちょっとへこみがあるの分かります？皆さん、そう、あの微妙にこの目のとこに、なんかちょっと焦げ、分からないかな、そう、焦げがついちゃって、焦げが落ちちゃって、そう、すごい焼けちゃったんですね。焦げでね、へこんじゃったんだよね。いろんなトラブルが。すごい、形がすごい斜めってるんですよ、こっち、なんかね、なんか、やっぱ焼き加減によってさ、ちょっと加減違うよ、形はしょうがないのか、運だね、運。この大福の色もなんか紫っぽいでしょ。うん、紫にする。萌くんは紫ってイメージで紫作ったんだけど、うん、富岡さん紫ってイメージないんだよ。うん、どうしよう、大福の色茶色とか。まあ自分で決めてください。茶色とか。はい、アクリル絵の具で今ちょっと塗り始めましたね。はい、これをここに塗っていくのね。そうです、はい、さて、どんな仕上がりになるんでしょうか。よかった、アクリルの方があって、うん、取っといてよかった ね。いや、もう超いっぱいあるから、ここに。これスクイーズの時に買ったやつね。でも、もう固まってるやつ。そうだね、もうちょっとだいぶ前のもあるから、ちょっと見てね、使えなそうなのはちょっと処分だね。そうだね。お昼ご飯です。今回はお好み焼きですね。そうです、そうです。千切りキャベツが大量に余ってて、はい、はいはい、やばそうだったんで、昨日のうちにちょっとね、はい、お好み焼きママ一生懸命作って、はい、はい、どうぞ。しょうちゃんが昨日の夜お刺身がどうしても食べたいっていうので、うん、ご飯はお刺身だったんで、今日ねチンして食べます。いただきます。ゆみちゃん、ちょっと見てください、これ。ここにスイッチが置いてあるんですけど、ちょっと。ゆみちゃん、ご飯ですよ。だから止まってん、はい、まあ平日ね、ちゃんとね、いまだにね、うん、あの勉強を午前中びっちりやって、はい、頑張ってるんで、まあ、今日は休日、土日はね、あまり勉強は普段からしてないので、ね、土日は勉強はほぼしてないですね。学校も土曜日と日曜日行かないからって。そう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 。うちは今平日すごい学校生活してるので、はい、土日はちょっとね、もう緩い感じで好きなことをしてます。はい。ね、いつもは本当、今まではさ、やっぱ撮影とかもあったから、本当に土日はもうお出かけお出かけみたいな感じだったんですけど、うん、ね、最近はもうずっとお家だから、うん、ね、もう自由なことね、うん、してますね。でも今日ちょっとね、午後から一本撮影します。はい、はい、ね、ゆみちゃんさ、もうさ、春も通り越して夏がやってこようとしてるのにさ、その帽子はさ、もうそろそろさ、暑いんじゃない、やめた方がいいんじゃない、ゆだっちゃうよ。あ、ここがそうなの。急に撮った。急に撮りました。暑くないって言ってんの撮ったよね。ねえ、どういうこと。はい、みみちゃんはいまだにパジャマです。ね、あ、うん、今度は本当リミちゃんのルーティンしよう。着替えない、ゴロゴロ、アイゲーム、もう本当ソファーから降りない生活じゃない。だね、トイレとかお風呂以外全部、うん、ソファー生活になっちゃってるよ、きっとね。はい、じゃあゆっくり食べましょう。リミもソファー生活したい。え、もうすでにさ、普段からソファー生活じゃん、半分ね。うん、
耳。半分の方。うん、半分。だから全部。全部？動画に撮るってこと？やるなら動画撮影になりますけど。うん。いいの？うん。へえ。じゃあ今度やりますか。で、私こき使わされるの？うん。うんって。うんだって。うわあ。あっか。暑いね。はい、ふうふうして。じゃあ、ゆっくり食べましょう。わわわ。あ、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 シロンがびっくりした。大丈夫？大丈夫？って。シロンが大丈夫？大丈夫？って言ってるよ、ほら。かわいい、シロン。かわいい。かわいいね。うん。怒ってる。カリアおいで、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 ほんと大樹来たじゃん、ほろん、あれ、かわいい、かわいい、かわいすぎて困るね、ほろん、大樹、かわいすぎ、かわいすぎ注意報がもう、ほんとだよ、オーラからして、やばいね、かわいい、この甘えてくる感じとか、かわいすぎるんだよね。ねえ、コロン。いいな、ママ。なんで？いいな。なんで？いいな。コロンが来たから？うん。で、シホちゃんにも来るじゃん。というシホちゃんはスイッチ。久々だね。久々。あつ森ですか？あつ森です。ねえ、私今ね、お金を全部貯めてて、うん、ATM に全金額入れてて。うん。ローンがまだこんなんのね。ローン。ローン。で、今ね、持ってるお金これこんなん。うん。全然じゃなくない？あと12万。ローンすごいね。すごいでしょ？そんなにローンなの？うん。なんで？何買ったの？ローンで。え、家を広くしたの。広くしただけでこれだよ。高すぎ。働かなきゃね。働いてお金貯めないと。うん、働くっていうのがなくて。そうなの？物を。物を。魚釣って売るとかでしょ？そう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 。魚釣らないといけないじゃん。木切って木材売ったり、うん、魚釣って魚売ったり、うん、虫取り網で取って、うん、虫を売ったり。魚結構高く売れるって。そうだよね。いいのかなってる。あ、映んないですね。今日いい天気なんだよね。見てください。わかるかな、わかんないか。見て、リンゴがなってる。めっちゃいい天気なんです。もう外遊びに行きたいね。見てください、リンゴ。リンゴ、リンゴがなりました。で、前の木はみかんを育ててるんだけどうっすら映る感じかな。はい、いい。今度せしほちゃんの島もさ、ほんとね、うん、生放送とかでやったらいいんじゃない。待って、はい、そうですね、うん、でもさ大丈夫だよ。しほちゃんまだは初心者っていうかさ、うん、始めたばっかりだし。いや、もう始めたばっかじゃないんだけど、やってないって。やってないんでしょうがないよ。だよね。うん。このお姉さんはずっとゲームしてます。このお姉さんはずっとゲームしてまーす。このお姉さんはずっとゲームしてまーす。視聴者さんの島だよ、ここ。視聴者さんの島？うん。映んないんだよね、今天気が良すぎてさ。映ってるかな？視聴者さん。いいの？勝手に映しちゃって大丈夫？大丈夫じゃない。今撮影してるって言おうかな。視聴者さんの島に遊びに行ってるの？今撮影してるって送った？今撮影してる。反射して映るの？こうか、こうか。え？映ってるよって書こうかな。生放送だと思っちゃうんだよね。映ってるよ。
皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。なんでだって。ウェイだちは。ウェイってノリがいいですね。誰さんですか今遊んでるのは。アイさんと、うん、カリンでよだって。カリンさん。うん。はい。とあミミさん。ミミさん。ミミさん。じゃ。どうもって来てるね、どうも。本当の名前じゃないよ。うん、それはそうでしょ。シロンが来た。いつの間にかシロンが仲間に入れてってきた。シロンちゃん、寂しくなっちゃったな。ベロベロ。ジミちゃんに似合う服だって。映るかな。バブだよ、これ。ほら、バブだよ。バブ何バブって？バブだよ、バブ。バブの服？赤ちゃん。赤ちゃんの服？あ、そう。すごい赤ちゃんになってるよ。かわいいね。バブ、バブ、バブ。リロン。リミタンかわいいでちゅねえだって。リミタンかわいいでちゅねえだって。リミタンかわいいですね。あ、ちょっとペロペロコロンが。コロンじゃない、シロンが。カメラペロペロダメよ、チロン。バブー。いい子、いい子。ねえ、スイッチの中でどんな遊びしてんの？バブー。いい子、いい子。ちょっとめっちゃ画面動かしてるじゃん。ティーロン、ティーロン。目舐められる。シロンがペロペロしすぎだ、ね。いつもこんな感じでんだっけ？え、いつもこんな感じ。いつもこんな感じなの？マジ？どんな感じ？遊んでるのかしら。よく遊ぶメンバーなの？うん、そう。へえ。アイちゃんはね、うん、今日が初めて。あ、そうなんだ。これ持ってるんだよね。今日あるっけ？あれないね。ない。おっきだよ、おっき。みんなすごい着替えてんね。見て、みんな同じチェンジタイムなの？そう。見て、お姫様。お姫様だ。リミはどれ？ところでこれ、動いてる方。あ、これ動いてるのがリミ？そう。うん、王様。天使。リミ、天使作りたい。これ天使？違う。今天使ない。ないのか。マイちゃん。魔女。リミちゃん？ずっと撮ってたの？違うよ。違う。どれにした方がいい？それかこれ。見て、可愛くない花。撮影もう終了しましょうか。もう終わったよって。撮影終わるよ。撮影終了。カンカンカン。これで終わりですか？終わりです。タンプレ？タンプレあげるね。だって誕生日プレゼント。ありがとう。え、リミちゃん誕生日なの？ねえ、リミちゃん誕生日なの？ありがとう。リミちゃん誕生日じゃないじゃん。できたんだっけ、これ。プラ版見てください、これ。やりました。ちょっと失敗。失敗しましたね。絵の具がやっぱ取れちゃったね。失敗ですね。でもまあ、これはこれでなんかいい感じ。いや、良くないです、良くないです。またリベンジ。結構嫉妬してない？顔がね、嫉妬してこれが第1回目、これが第2回目。しかもすごいね、大きさが違うの、うん、ほら。
確かに。でもやっぱこのさ大きさはさその時によってだから分かんないよね。めっちゃシュッとしてたよ、してるよね顔が細くなったってこと。うん、ガタイもめっちゃ細いよね。確かに。なんでだろう、細く見えるだけかな。縮み方が細かったのかもね。え、絶対こっちの方が良くないシュッとしすぎた。うん、難しいね。でも、羽織とかこっちなの。あ、色合いね。色合い的。はい、じゃあまたね。こっち塗りムラすごくない。確かに3回目のチャレンジですか、次は。頑張ります。やっぱ富岡さんを極めたいわけ。うん、そうパンチラもいいなと思って。そうね、パンチラもやるともやって。はい、はい、じゃあね、今から TikTok を見たいと思います。はい、さらば